ますよ。進行方申し訳ないします。あ、ありがとうございます。はい、じゃんけんに勝って先行。先行がシャボ。後攻が大輝レンジです。それではこの試合のバトルビートは DJ リリースピードシーン。こちらのビートでいきたいと思います。先攻がシャボ、後攻が大輝。 DJ をければドラムスクラッチをください。それではいきます。レディーファイ。こんな時代を待ってたぜ。子供がやる時代最高だね。帽子はシュプリーム、後でアイスクリーム。でも奢ってあげるから一緒にラップしようぜ。そうだな、リズなんてしないで、はいチーズして、後で写真撮ってブラザー。最高だね。仮面ライダーの話でもしようか。今日仮面ライダーグリスが死んじゃったんだよ。悲しいね。悲しいのが知らねえ。今日は子供の時代へなっちまって、大人の時代も終わってるから、子供の時代スポーカーではない俺たちはフリースタイルだ。よ、大人の時代は終わりだって。配信だ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 。俺だけが生き残った。まるでアナコンダバイズ右して合うジャンプルラッピー。千葉中央さん調子どうだ。こんなおっさんだけでもスポーク全員で声出せ。調子どうだ。よ、前にも言ったけど、子供も大人も関係ねえから、大人が子供だと思って俺はやって、子供も大人も関係ねえ。今殺しに来た。よ、ライブやるのか言ってやんなかった。即興に考えて友達とか来たのに負けるわけにはいかねえだろ。それではどちらがいっぱいに大きな声と挙手をよろしくお願いします。先攻がシャモ、後攻が大輝。先攻シャモ、後攻大輝。ちょっと遠目で見ますね。先攻シャモ、後攻大輝。延長見たいっすよね。じゃあ先攻後攻入れ替えていただきたいと思います。ちなみに仮面ライダーグリスは氷の技を使って死んだ。そうね、死んじゃったんだよ。これお父さんしか知らねえぜ。俺はもう本当に悲しいよ。それでは先攻後攻が入れ替わりまして、先攻が大輝、後攻がシャモでいきたいと思います。延長戦のバトルビートは DJ リリースピーナッシュ。それでは延長戦入れ替わりまして、先攻が大輝、後攻がシャモ。 DJ よければドラムスクラッチをください。それではいきます。レディーファイ。よ、最近はな、仮面ライダーじゃなくてルパンライダーっていうのが流行ってるから、よよ、大人の時代も終わり、子供の時代がやってきた。どういう感じで、よ、ルパンレンジャーとか知らねえ。俺はラップレンジャー、そういう感じでやってきてるから、この場俺がラップレンジャー分かれ。よろしく。炎上だから、まるで炎上戦みたいにお前のこと言ってやるよ。いや、仮面ライダーの後ルパンレンジャー当たり前だよ。チェック済みだぜ。俺は全部網羅してる。言葉まるでコーラみたいに輝いてる。包帯巻いた渦が氾濫してる。いや、この影にいる。そう、それがなんだ、フィクサー。お父さんの影が見え隠れするチラホラ。俺はまるでミスターインクレディブ、そしてインフルテイブ。よよ、子供にそんなこと言って本当大人げないよな。大人げない子供、みんな子供が時代だよみたいな。お前どっちなんだよ。ちゃんとはっきりしてくれ。俺も一方通行で言葉やり続ける。俺も二児のパパ、二
西の彼よりもガタガタ震えてるようなサウンドの感動、揺れ動く感想。俺の息子は5歳、妹は3歳だけど今日は惨敗はしないぜ。いやー終了戦を勝ちに行きたいと